今ね、ベランダにいるんですけどね、ちょっとあんま大きな声でね、喋れないですけどね、今ね、プリンちゃんがね、この下に隠れてます。ちょっと後で撮りますけどね。でね、今日はね、今、夕方の7時前ぐらいなんですけどね、今日のお昼は、お昼寝エクスプレス最近ね、夕方の、昼間のほとんどをね、寝て過ごすことをね、お昼寝エクスプレスって呼んでるんですけどね。今日はね、お昼のほとんどは、寝て過ごしました。睡眠による早送り。だからね、寝るとね、意識を失うでしょ？ね。そしたらね、こう、一時的に、世の中のことを忘れるわけですよ。ね。世の中のことを忘れるっていうことはね、まあ、今のこの狂った世の中をね、一時的にね、忘れることができるんですよ。それに気づいてからね、もうお昼はね、もう結構気軽にね、寝るようにしてるんですよ。まあ前も言いましたよね。そう。この話前も言ったな。前も言ったんですけど、まあネタがないのはちょっともう一回同じこと話するんですけどね。お昼寝エクスプレス。でね、他のチャンネルでも言ったんですけどね、最近ね、コロナ警察がね、ちょっと減ってるのかなってね、思ってるんですよ。自粛警察っていうのかな？それがね、なんか減ってる気がしててね、オリンピックとかね、東京都とかね、大阪府とか、その国や自治体に対する怒りがすごい高まってるみたいでね、なんか、その個人、ドスコイみたいな人間がね、ちょっと外出したからってね、なんかそんなに怒らないっぽいんですよね。ただ、もちろんね、そんなに人混みの中にわざわざ入っていくとかね、ダメですよ。ちゃんとマスクして、ちゃんと感染対策した上で、あんまり人がいないところに行くっていうのなら別にいいのかなってね、ちょっと思ってるんですよ。プリンちゃん、ドスコイと遊ぼう。ね。いつもね、ドスコイのね、この足の匂い、このね、足の匂いね、嗅ぎに来るんですよ。かわいいんですけどね。今日はなんかちょっと寒いかな。ちょっとひんやりしてるからかわかんないですけどね。あ、プリンちゃん、あ、顔出して。ちょっと今日はね、足の匂い嗅ぐ気にはならないそうです。なんでその足の匂い嗅ぎたくなるんだろうな。刺激があるからかな。まあわかんないですけどね。まあでね、さっきの話の続きなんですけどね。まあ別に、いいなら、前はね、外出すること自体がもうなんか不謹慎みたいなね、そういう雰囲気だったでしょ？ね。でも今は、ちゃんと感染対策さえすればね、一応あんまり遠出はダメだけど、旅行もダメだけども、ちょっとその辺歩くぐらいなら別にいいでしょ？ね。ちょっと公園でね、お弁当食べたりとかね。そういうことしようかなって思ってね。これこの後ね、状況変わる可能性もあるからわかんないですけどね。今のところね、そういう気分です。ちなみにね、他のチャンネル喋ったっていうのはね、喋り続けるドスコイっていうチャンネルがあってね、そこで喋ってます。あら、プリンちゃん出てきてくれて、かわいいね。あら、ね、プリンちゃんドスコイ懐いてるでしょ。ね。で、皆さんもね、このゴールデンウィークね、めちゃくちゃ暇でしょ？やることないでしょ？聞くところによると、沖縄とか北海道とか、緊急事態宣言出てないところに旅行に行く人は結構いるみたいな、ゴールデンウィークにね、予約した人はね、予約を解除してない、キャンセルしてないっていうのを聞いたんですよね。で結構皆さん意外と旅行に行くのかもしれないですけど、プリンちゃん、何？でもね、ほとんどの人は結構暇な人多いでしょ？でね、その暇な人はね、お昼寝エクスプレス使ってください。寝てね、過ごせばね、早送りできますから。だからいっぱい寝てね、もうやり過ごしてください。いつもね、プリンちゃんはね、お昼頃かな？
ドスコイがね、ご飯食べて、10時頃ご飯食べてね、まあ12時ぐらいに上に上がってきたら、そのタイミングでね、プリンちゃんこのベランダに放します。うん。でね、よいしょ、靴下。よいしょ、はい。嗅ぎたいんでしょ。でね、そっからね、もう今6、7時前でしょ。その時間帯までずーっと外に放してます。でね、そのね、7時より前、4時とかにね、中に入れようと、このね、中にね、家の中にね、入れようとするとね、すーごい不服そうな顔をします。でね、水槽の中でね、暴れ回ります。なんでなのって、もっと遅くまで、遊んでもいい約束でしょみたいな感じでね、暴れ回ります。あれ、プリンちゃん。あれ、足の匂いかがわないの。皆さんもね、亀飼ってくださいね。ドスコイはね、このプリンちゃんはね、20年以上前かな、にね、500円ぐらいで買ってるんですけど、540円かなんかで、600円なんかそれぐらいで買ってるんですけど、今はね、多分だいぶ値上がりしてると思います。どれぐらい ?5000 円ぐらいするのかな ?1 万円はしないと思うんですけどね。こうやってね、亀ってね、緑亀と草亀がいるんですけどね、もちろん他にもいるんですけど、代表的なのはね、草亀と緑亀なんですけどね、プリンちゃんは草亀です。でね、草亀はね、結構懐きます。緑亀はなんか草亀ほど懐かないみたいなんですけどね、で緑亀はねもっとでかくなります、でも草亀はもうこの大きさ、もう20年飼ってますけどこの大きさですからね、だから緑亀はねもうものすごくなんかもっと大きくなるからね、家の中で飼えなくなって、で川とか池に捨てられるそうです。悪いことする人はいますね、だからね、川とか池にね、時々そのいるでしょ、亀さんって。でも大体川とか池にいるね、亀さんは緑亀です。草亀じゃなくて緑亀、草亀も時々見ますけどね、もうだいぶ暗くなってきたのでね、プリンちゃん帰宅の時間です。はい、プリンちゃんお家に帰りましょう。あ、今日結構なんかあれだ、素直というか全然暴れたりしないな。撮影してるからかな、わかんないですけど、だいぶ暗いですよね。はい、プリンちゃん、はいはい、ここにね、よいしょ、はい。でね、電気つけます。ほら、プリンちゃん気持ちよさそうね、よかったね。あったかいでしょね、プリンちゃんのこれライトです。もう今の時間って今も7時ぐらいなんですけどね、からもう夜中の1時、2時、2時ぐらいまでずっとこの状態。たまにね、この中にこうボチャンって入ったりとかしますけどね、もうやっぱこのライトがね気持ちいいみたいでね、ずっとこの状況です。よいしょ。でね、最近ね、ちょっと模様替えをさらにもうちょっと進化させたんですよ。これね、ほら、この台、これをね、ここに置くことでね、なんかここがね、なんかスタジオみたいになってるというか、なってないかな。小室哲也しないですか。そんなことないかな。電気つけますけどね。ほら、なんかね、あれ、Keep yourself alive って言いたくならないですか、これ。ならないかな。ほら、TK っぽいでしょ。無駄に TK っぽく、ポポポくないかな。ドスコの中でなんかすごい TK っぽいんですけどね。こっち側にね、なんかいろいろこうあって、こっちにも画面があって。で、こっち今何もないんですけど、生配信とか最近ね、ここにね、自撮り棒立ててね、やったりするんですよ。このライトでね。ほら、いいでしょ?ほら、かっこいいでしょ?かっこいいのね、小室哲也だと思ってください。まあ、下になんか洗面器じゃない、これ洗面器これ、こんなあったりとかね。なんか、この下がなんか全然 TK っぽくないんですけど。Keep yourself alive. ってことでね。まあ僕は編集ね、今日は青島の動画出すか、ちょっとこの動画出すかわかんないけど、まあちょっとまたね、編集しなきゃいけないのでね、ベッドの上で編集します。ここではなくて、ベッドの向こうにね、ベッドあるでしょ?ベッドの上で寝っ転がって編集します。で、この撮影終わったらすぐこのパソコンを閉じて、はい、閉じて、これも別にいらないし。
で、まあ多分あのベッドの上でね、あの編集してたらね、まあまあからね、あのピコーンってあのツイッターじゃない何、LINE 来てね、あ、はい、お風呂入ってねーって言って、あ、わかったパープーって言ってね、んで、お風呂に行くと思います。まあまあからお風呂入っていいよって連絡あったのでね、今からお風呂です。気持ちいいわ。